ちゃこんにちは、はい、湯高さん、はい、交流戦は DeNA が優勝ということで、ね、今年は終わりましたけれども、まあ、交流戦終わる前にイベントやって、はい、すごく盛り上がったな、あのトークイベント、いや本当来てもらった方、はい、あのネット配信で見てくれた方、はい、まあ、本当にありがとうございます。盛り上がりましたけれども、はい、まあ、そんな中、はい、DeNA が優勝すると、はい、最終的に段階で言ったのが当たったという、はい、まあちょっと自慢話からそうですね、はい、ただ湯高さんが一番最初交流戦が始まる前に、はい、優勝するのは阪神、そして2位がロッテとかで、あっちゃ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 っ、まあ2チームとも借金こさえたというね、交流戦でね、まあ大した借金ではないけども、はい、ちょっと状態が芳しくなかったな。そうですよね、はいはい、ということで、はい、今回はですね、はい、じゃあちょっとその勢いが交流戦前まであった阪神も含め、はいはい、セ・リーグのちょっと勢力図、これからどうなっていくの、まあお前目が真剣やな今日。いや気になりますよ。だってですよ、はい、交流戦前は、首位の阪神と、はい、2位の DeNA 6.5 とかそのぐらいゲーム差が結構あったんですよね、はいはい、一時期、はい、それが今やもう 2.5、 まだリード保ってんだみたいな感じだよ、ま、あそうですか。いやそりゃそうよ、ほらほうよ、ほらほうよ。いやいや、だって岡田監督の構想の中では、はい、これできすぎだって思ってるから。交流戦前までは、いやいやいや、まあ5割ぐらいでいけばなんとかなるやろみたいな感じで、はい、ゆっくりスタートしてるわけだから、はい、それがなんか力んじゃった選手たちが、ちょっと交流戦そうでしたね、うん、まあでも状態よくね、はい、あの緊張感を持って戦ってたっていうのが、はい、まあ 2.5 ゲーム差をつけて首位にいるというだけの話だよね、はい、まあこれからだよね、だからどうなるかっていうのがね、はい、ということはじゃあまずセリーグ首位の阪神は、はい、こっから どうなんですか、また勢い盛り返していくのか。いやこれは交流戦ブレイクの時にどう立て直してくるか、はい、うん、まあ、ここがやっぱり一つの問題になってくるよね。一番のまず課題として挙げられるのは、まずはやっぱ抑えだよ。まあこれはあの交流戦で4つぐらい、はい、あのゲームを落とすような形になったし、だからそこら辺の整備っていうのがまず必要だよね。これ、まあ湯浅投手が落ちました2軍に、はいはい、で岩崎投手も打たれました、はいはい、じゃあ抑えはどうするんだろう。まあ岩崎っていうのは、まあ、疲れもあったと思うしね、はい、で弱さの状況で 8回を任されてて、それが悪いからって9回に行ったという、まあ、ちょっと慌ただしい、はい、まあ、環境整備という意味ではちょっと整ってなかったのかなっていうような、まあ、経験はあるけど、あ今年は8回で行けるなみたいな、はい、まあ、そういうところがまた9回っていう風になるとさ、はい、まあ、なかなかなちょっと厳しいし、まあ、西勇輝が本来なら、うん、あのリリーフに入った西純也、あ西純也、はい、いいね、修正できたね今ちょっとテスト的にちょっと言ってみたらしいあまあ西純也がね、はい、あの子が状態が良ければあの子が向いてると思うんだよ。これなぜかというとやっぱ投げっぷりがいいしさ、はい、やっぱ野球センスあるし向かっていけるわ、うん、だからただ状態がちょっと悪いんだよね今年ね、はい、だからそういう意味ではちょっと西純也じゃダメなのかなっては思うけど、だけどそこをまず整備しないと、はい、やっぱ不安の中戦ってるような状態になるよね。そうですよね、うん、だからこれはやっぱちょっと困ったことと、はい、もう一つはやっぱ交流戦に入って、まあ、慣れない球場をた確かにねたくさん使ったということもあって、まあ、失策が増えてるよね、はい、だからここら辺がやっぱこうチームの勢いを止めなければいいなっていう、まあそういうふうには考えるけどね。その交流戦でエラーが多くなったのっていうのは何か原因があるんですか。まあ疲れとか普段使わない球場使うじゃない、うん、まあ、例えばその楽天の球場だとかも、はい、もちろんそうだし、まあ、パリーグの球場ってほとんど使わないよね、うん、まあ、そうなってくるとやっぱこう不慣れな部分っていうのが出たかもね。ただそれだけではなくてやっぱ疲れも伴ってたという、やっぱ周囲を走るチームっていうのはやっぱ疲れを伴うんだよね、うん、やっぱ緊張感、抜けないし、だからそういう意味では増えたことっていうのは、まあ、疲れと不慣れな球場を使わなきゃいけないっていうところのリスクはあったかな。でもまあ各球が一緒だからね、あそうですね、条件的にはね、うん、まあ、だけど、まあ、そこら辺もあるのかなっていうふうには思うけどね。あとちょっと投手に戻すと、あと中継ぎもやっぱりちょっと打たれ出して、はい、及川投手であったりとか何名かは下に降りたり落ちたりと、この、 あの鉄壁だと言われていたその中継ぎ陣はこれどうなるんですか交流戦明け。まあ、疲労が多少こう軽減されてたとすると、はい、まあ、オールスターまで持つかなっていうような、おーオールスターまで持ってくれよと、7月終わりまで、またその間ブレイクがあるよっていうようなことだから、
はい、まあ、だけどオールスターのファン投票を見ても軒並み阪神のファンだから、あの選手が選ばれてるからな。今言われてるのが阪神オールスターズ with 秋山って言われてるんですよ。そうだよな。いやだからこれはねやっぱねだいぶ疲れると思うよ。オールスターも出ますもんね。やっぱねオールスターってねブレイクだけど、まあそんなに今はね真剣に戦うとか、その瀬とパを威信をかけて戦うとか、うん、まあ、そういうことではなくてやっぱお祭り、うん、でもお祭りだけどさ、はい、やっぱ無様な格好は見せられないということから考えると、うん、まあ、ある程度こう集中してやらなきゃいけない、はい、で周りが他の選手知らない選手もたくさんいるわけだから疲れるよね。疲れるんですね。疲れる疲れる。だからまあそこら辺で、まあ、阪神っていうのはここから一進一退が続くだろうなと思う。あとバッティングの方では例えばモイジー選手であったりとか、はい、まあ、副長が待たれる選手も出てきてますけど、バッティングはどういうふうに見てますか、とかさん。前側が、はい、交流戦で使えるっていうことが分かったから、だからそこら辺は、まあ、積極的に使っていこうという、まあ、勢いが出るよね、この子が打てば、はい、それと、まあ、センター近本、まあ、外野手なんだよね、あそこはね。だからレフトをノイジーにするのか森下にするのか、はい、まあここら辺だろうね。でもノイジーもまた打ってくると思うし、うん、それに負けてほしくないのは森下が負けてほしくないっていうのはあるけどね、はい、だからまあそこら辺は競争なんでいいんじゃないの、まあ、誰を入れても、うん、そうですね、そうそう、状態のいい人間を入れていくというね、まあ、3番、だから前側もそうだ、これちょっと疲れてきたなと思ったら、はい、まあ、まあ、なんせ20歳ぐらいやからな、まだそうですよね、だから森下をライトに持っていってノイジーを使うとか、はい、この3人ぐらいで回していく、まあ、島田もいるけどね、はい、3人ぐらい、4人から3人で、まあ、近本はもう固定で回していこうっていうふうには考えてると思うけどね。さあ今2位を走っている DeNA ですけれども、はい、豊さん、交流戦優勝の動画でちょっとバッティングに関して言っても、あれだけ打てば、はい、でも打順の組み替えはしたよね、はい、まあ、責任を一番に持っていって、桑原の怪我っていうのはちょっと誤算だけど、はい、まあ、3番に、まあ、例えば佐野を持っていく、うん、一番いいのは俺はオースティンだと思ってるんだけどね、はい、でもオースティンも下がったっていうこともあって、あでも牧宮崎のここの強烈だよ破壊力すごいですね。強烈だよ。いや2人ともやっぱり何が一番いいかっていうと勝負強いよ、うん、だからそれで6番ぐらいにヤマト置いとけば、はい、ヤマトはもうランナーいない時屁みたいなバッティングするんだけどランナーいる時はやっぱ彼は集中力がマックスになるな。すごいですね、やっぱ勝負強いよ。だからまあ6番に置いといてもいいし、はい、だから DeNA はね、まあ、やりくりでなんとかなるかなっていうような感じがする、バッティングの方はね。バッティングの方は、うん、ただやっぱ不安が残ったのは、まあ、伊勢の8回と9回の矢崎、はい、まあ、これは阪神とはよく似てるんだよね。そうですね、うん、ここら辺がどうなのかっていうことだよね。豊さん、ただねエスコバーが帰ってきてくれたんだ。あ、そうですね。でエスコバーと森原っていうのがやっぱいいんだよ、はい、だからここら辺をうまく配置をすると、まあ、いいかなって思うけどね。このクローザー山崎康明投手っていうのはこれはどんな状態になっても今シーズンは変えない。いや優勝の目が本当にここ一番出てきたら変える可能性がある。それかそういう頃になったら安明のモチベーションがマックスになってくるか、うん、はい、まあ、ここら辺は待ちの状態だよ。ちょっとこの前も見たけど、はい、まあ、この前は2イニング3イニング行こうとしてたのか分かんないけど、まあ、ピッチャーがいなかったからね、もう、はい、ブルペンに、うん、ちょっとこう抑え気味で行ったっていう可能性もあるんだよ。だからまあここら辺は抑え気味なで行ってもやっぱ抑えられるぐらいの、はい、ピッチャーだからね。だから打たれたっていう現実問題がちょっと問題だよね。そうですよね、うん、もしかするとじゃあ配置転換、この優勝狙うっていう時になるとあるかもしれない。いや状態が上がらなければ可能性はあるということ、うん、でもその状況の中で今の状況の中でじゃあ誰に任せるって言っていないわけよ。ちょっと三島も疲れてきてるし。そうですね、うん、だからまあここら辺はまあ阪神とよく似てるかな。似てますね、後ろの状況はね。そうですよ。ただ阪神ほどミスはない、で阪神ほど打てないこともない、だからものすごいチャンスはある。だいい位置にいるっていうことですね。いい位置にいる。ただやっぱり阪神同様ずっと春先から飛ばしてきてるだけに、うん、まあ、宮崎の故障が心配だしね、はい、だからこのまま使い続けて最後まで持つのかどうか、彼なくして優勝は多分ないよ。そのぐらい、いやそのぐらいの影響力があるし、宮崎のバッティングっていうのは各球団も怖がられてるしね、はい、そしたらあとは牧、宮崎がいないってなるとじゃあ牧を下げて杉との勝負に行くから。
そうですね、いやそれだったら宮崎いてくれたら、うん、いや宮崎とは勝負できない、牧とやっぱり勝負でしょみたいな。牧打たれたら宮崎が仕上げるもん、その後。そうですね、あ宮崎、牧がタイムリー、宮崎がその後ホームランって何回も見たい、はい、いや終わったみたいな。もうこれでそうですよね。そうそうそう、相手はチームと、だから宮崎なくして、うん、俺は優勝はないと思う。なるほど。さあその2チームを追いかけるのが3位に浮上してきた巨人ですけれども、はい、巨人はやっぱり菅野が戻ってきたし、うん、グリフィンがまずまずゲームを作れる、戸郷がいる、はい、横川が投げれるようになった、山崎よりが良くなってきて、はい、これねいいことばっかりしかないんだよ。まあ、その分春先悪かったっていうことも言えるんだけど、ね、はい、いやだけどリリーフ陣も 4.1 の防御率が 3.1 ぐらいに交流戦にはなったんだよね、はい、ということはやっぱこう上がってきてるんだよ。中川が良くなった、体勢がしっかりしてるみたいな、はい、でまあ鈴木がどうなのかって言っても、うん、まあ高梨がいるとか、あと菊池も、ね、菊池がいいんだよ。あだからそういう意味では戦える体勢が徐々に整ってきてるというね、はい、で坂本1番梶谷2番はやらしいよ、2人ともホームランあるし、ね、はい、まあくせ者だからね2人とも、うん、で岡本調子がいいみたいな。絶好調ですね。秋色がちょっと心配だけどね、ちょっと疲れが来てるなっていう感じはするけどね、はい、まあでも若いからまた上げてくるとは思うけど、まあ、中田も勝負強いとかね、大城がいいとか、だから結構来ると思うジャイアンツは。あの本来の状態に個々の選手が戻ってきてるっていう、戻ってきたで丸も徐々に上がってきてるという、はい、まあ、そう考えるとやっぱあそこら辺は経験値が高いからさ、いろんな選手としてのだからノウハウをこういろいろ出してくるよね。ですよね。まあ、それと、うん、交流戦で山本に負けた時っていうのはもう全選手を使うぐらいに攻撃を仕掛けていったんだよね監督が。そしたらねなんかチームが動き出した。だから敗戦の中にものすごく光るものがあったというか、はい、それからだよ巨人がすごくグッと良くなってきたのが。あそのじゃあ試合をきっかけにして、きっかけに負けたけどね、はい、だから重信とかのでもやっぱノーアウトランナー1、3塁から盗塁仕掛けて、はい、原監督のサインだろうけど成功させて逆転に結びつけるとかね、はい、だからすごくこう腹の据わった野球がどんどん出来だしたよ。おだから監督のサインも確かにここで走るかって言ったところもあったよ、はい、例えばホームランを打ってる大城のところで2アウト1、3塁から盗塁仕掛けてアウトになったとかね、はい、まああるけどでも攻める体制は整ったよね。だから非常に巨人は捨て身で戦える状況になってきてるという。だから捨て身が一番怖いからさ、勝負を取って、うん、だから非常に楽しくなってきたよねセリーグは、まあ、そうですよね、はい、まあ、2位の DeNA に現在3ゲーム差なので、はいはい、これをオールスターぐらいまでに調子上げてくればでもね、1位、2位までね、はい、来るとは思えないんだよまだ。それでも、うん、でも団子は作れると思う、3位としても。なるほど、うん、だからオールスター明けだろうな。明けからですか、ね、いや勝負だよ。じゃあもういい兆ししか巨人っていうのはなさそう。だから交流戦を戦ってみて、はい、いい兆しが本当に出てきたと、うん、だからもう体勢は整ったという、はい、そんな感じはするよね、うん、はい、さあ4位の広島です。巨人に 0.5 ゲーム差、はい、ここも矢崎がちょっと疲れてきてるのと、はい、栗林が良かったり悪かったりなんだよね、うん、いい時はいい、打たれる時は打たれるという。だからまだ抑えっていうことではないんだよ。でもしっかり抑えっていうことが確立されれば、はい、矢崎を前に持っていったりとかターディーがいたりだとか、だからそこら辺は充実するんだよ。でも栗林が中で入って経験のあんまり抑えの経験のない矢崎がずっと守れるとは思えないんだよね。あ、じゃあ今シーズン矢崎投手休回ってことではないってことなんですか。いやこれ苦しくなってくると思うよ。だとやっぱり経験豊富な栗林投手の方が本来は、うん、本来はいい、うん、だからここら辺が確立されるかどうかっていうのもあるし、はい、でデビッドソン、はい、まあ、サードで林がいるよね、うん、で林をファーストで使ったりとかもいろいろしてたけど、だからここら辺の守備だよね。広島が優勝してる時ってやっぱね田中康介、菊池センターラインしっかりしてたんだよ。それに伴ってサードもね緊張感を持って、サードファーストも緊張感を持って、まあいろんな人間が守りながら優勝していったんだけどさ、やっぱ林の守備とかデビッドソンの守備とか、まあデビッドソンってファームで一生懸命やってたからさ応援したいんだけど、だからここら辺の守備がしっかりしてくれればまだまだ可能性はあるよね。まあ、坂倉がキャッチャーとして、まあ、良くなってきた、まあ、西川が天才的なバッティングを見せる、ね、秋山がいい、野間がポイントで
やってくれるみたいな、はい、メンバーはいるんだよ。だからどうこう組み合わせていくかだよね。その新井監督はその林選手に対してその守備は少々目をつぶっても打撃面でどうしてもやっぱり今後も使っていくってことですか。でもそこからのほころびっていうのがすごくこれからはすごく重荷になってくる、あの後半戦になってくるからね、はい、だからまあここら辺はやっぱどう考えるかだと思うよ。ただやっぱり代打でも松山という切り札を持ってたりとか、はい、まあ、堂林もいるしすごくまとまりあるんだよね、はい、で床田もいいとか森下も勝つ、うん、あとはやっぱ大瀬良だな、うん、まあ、大瀬良がやっぱこう安定的に勝っていかないとやっぱこうどうしても苦しいかな。そうですね、でも力はあるね。そうですね、はい、私はあのどうしてもマクブルームが気になっちゃってずっと呼ばれてたんですけど、うん、やっぱファンに下がってこのマクブルーム上がってこないとっていうところもあるんですか。まあまあ確かにあるだろうけども、うん、まああそこはやっぱまとまりで戦っていくチームだから、はい、まあつなぎの4番でもいいんだよね。あ、まあ、誰かいればね、はい、そういう意味ではマクブルームに頼るというよりも、うん、まあ、誰かをこう、まあ、他の選手で補っていくっていう。だからほころびは補えるぐらいのやっぱり野手の戦力っていうのはなくはない、うん、だからそこら辺はうまく新井監督がやってくれると面白いよね。そうですね、うん、さあ5位ヤクルトです。まあ、ヤクルトはあのやっぱね両外国人は頑張ってるよ。オスナサンタナ、ね、もう痛いほど頑張ってるし、はい、まあ、内山もキャッチャーをねマスクかぶらなくてもどこでも出るっていうような体制でやるし、ただ塩見がいないっていうのは俺はやっぱでかいと思うな。ですね、ムードメーカーでもありトップバッターでもありっていうようなことで、あの子がいるいないでは相当大きいなですね、うん、ただ基本的にはやっぱり山田が、はい、あのトリプルスリーのポテンシャルを持ってる、うん、村上が三冠王のポテンシャルを持ってる、このやっぱ2人がやっぱこう牽引していかないとやっぱ強さは出てこないよね。この2名の選手いつから状態って上がってきそうなんですか。まあ、山田は時折上がってんだけどね。で村上のホームランが出ずに、まあ、最近流してのツーベースっていうのがすごく多くてね、まあ、これもやっぱ苦しみの中で一生懸命やってるから、まあ、なんとも言えないけどやっぱ彼らのホームランで雰囲気が変わったりだとか、まあ、してくるからね。あとはやっぱ昨年レギュラーを掴んでた、まあ、今も掴んでるか長岡、うん、そうですね、ここら辺がやっぱりちょっとしっかりしてくれないとな。この3人だと思う。あ、長岡選手、山田哲人選手、村上選手、あとはまあ塩見選手が帰ってくるっていうところですね、うん、だから力はあるんだよ、はい、本当に見てて打線を組んだ時にあ力あるチームだなと思うんだけど発揮できてないよね。そうですね。あとはやっぱ先発ピッチャーがどうしてもちょっと手薄、はい、だから打者にあのかかる負担っていうのは大きいかもわからないけど、それを跳ね返せるだけのポテンシャルを持ってる選手たちがざっと並ぶわけだから、それがやっぱり発揮できないっていうことは強みが出ないよね、ヤクルトは。そうですよね。そうそうそう、だその先発陣が今年長いイニング持たないのでやっぱ中継ぎとかの負担が結構大きいですね。いやもうずっと負担を背負ってきてるから清水なんかかわいそうなぐらいだよね。うん、だから、まあ、よくやってるとは思うけど、でも負担は相当あるよ。ヤクルト厳しいですね。ヤクルトな、はい、さあそして6位の中日です。中日はね変わってきてることは確か、勝負強さを持ってる福永、村松、はい、まあ、こういった人間たちがルーキーながらね、うん、頑張ってるし、で細川っていうのは取ってもう頑張ってるし、はい、ただやっぱりこう生え抜きの例えば石川だとか、はい、がやっぱり4番に据えられてなんか本当にチームを変えてあるんだっていうようなスイングじゃないんだよ。なんかね軽いんだよ、うん、なんかそうですよねなんかこうスマートすぎるというかさ、うん、泥臭さとか、ね、いやスマートでもいいんだけど、はい、なんかこうギラッとしたものがないというかね、はい、まあ、最初は少し感じたんだけどなんか時とともにそういうものが、まあ、疲れもあるんだろうけどもうちょっと違ってやっぱ4番で使えなくなって、はい、で6番7番に下がってしまうとかね、うん、まあ、そういうこともあるし、でもまあ岡林とかでもチームは確実に俺は変わっていってるというふうには思うけど、やっぱもう少し点取ることがうまくならないと、はい、やっぱピッチャーが崩壊しちゃうよね。かわいそうだよ。これは FA 取ったらみんな出ていくよ。そうですね、ピッチャー勝てないもん確かに。
かにそうですね、勝てないからさ、ピッチングしても、まあビシエドもなあ、そうなんですよ、ビシエド選手が例えば1軍にまた復帰してもうまたすぐに落ちてしまったりとか、うん、それ豊さんどう感じてますか、ビシエド選手の使い方。まあビシエドは今までの実績を考えると数字は持ってるんだよね、うん、だからいかにうまく仕事をさせるかっていう問題だけだと思うんだよ、だからまあそこら辺ができてないっていうのはやっぱ察するところ気持ちよくはやってないんだろうなって。ただ彼はやっぱり2割8分ぐらい、まあ、3割近い数字を持っていて、まあ、20本ぐらいの、まあ、バンテリンだからね、ホームランの数も持っていて、で打点だったら、まあ、100届くか届かないかっていうぐらいのやっぱ数字は持ってるんだよね彼は。だから彼を信じてあげるか信じてあげないのか、まあ、ここら辺はやっぱ大きなことだよね。やっぱり人間って信じてもらえてるのかずっと疑われてるのかでは、うん、やっぱ仕事やる上でモチベーションっていうのは上がってこないと思うんだよ。やっぱ信じてあげるっていうことが、親でもね、バカな子でもあなたは賢いんだから絶対大丈夫だからって、うん、でまた0点取ってくれ、絶対大丈夫だからって言い続ければ悪い子にはならない、うん、あんたバカ、もうこんなんばっかりでって言ったらもう勉強失せるから。そうですよね、うん、それが10点取ってきたらすごいじゃないって、20点だったら、うん、本当私は信じてたからほらみたいな、はい、おっさんもっとやろうとするでしょ、うん、だからやっぱりこう親の愛情をかけれるぐらいの、親が子供にかけれるぐらいの愛情を持って、今はチーム作りだから接することが大事かなっていうふうには思うね。ダメだったらダメだとかじゃなくて、うん、いやもう信じてるって、信じてあげることが俺は中日を再生させる一番の要因だと思う。そうですよね、うん、だから信じれるのはまだ結果もな何もない真っ白な人間でしょ、はい、例えば福永とか村松とかさ、うん、これは今年からだからそうですね、別に信じるも何もないよね、はい、使ってみて実績上げるって、やったよかったよかった、ね、サヨナラ打った、わお前日本のサヨナラももう打ってるとか、うん、まあそういうことになるけど、まあビシエドは数字を持ってるから俺は信じてほしいなと思うね。そうですね、うん、あとまあキャッチャーでいうと、まあ、木下選手がまあ怪我で離脱して、はいはい、まあ、宇佐美選手を取りました、はいはい、このキャッチャーを取ったことによって中日っていうのはどう今後変わっていきますか。まあ層が多少厚くなったっていうぐらいじゃないあ、多少いやいや、まあ、宇佐美はどちらかというと打てるキャッチャーだし、はい、まあ、木下もどちらかというとそうなんだよね。だからまあそこら辺をうまく併用しながら使っていくと木下の負担も多少軽減されるし、はい、あんまり使いずっとお前しかいないって続けてると怪我もするだろうしね。だからそういう意味では2人を併用して使うっていうことは悪いことではないと思う。まあ、木下選手がちょっとね、目処がまあいつ帰ってくるのかわからないんですけど、そうすると、はい、例えばまあ石橋選手ってもともといて、当分はその宇佐美選手と石橋選手とか、他の捕手でのこう、いやまあ打てるって考えると、やっぱり宇佐美を使いたいよね。まあ、率はそんなに高いほど残せないけども、はい、でも本当にレギュラーでお前しかいないってなってくると、2割5分ぐらいの力は持ってるしさ、はい、うん、勝負弱くは俺はないと思ってるし、うん、だから使えると思うけど。おー、うん、楽しみですね、そうしたら宇佐美選手が。まあ、楽しみにしないとね。そうですよね、うん、まあ、ちょっと6チーム見ていきましたけれども、最後に豊さん、はい、じゃあこの中で、はい、ここから要注意にこう上がってくるチーム、あとは気をつけなきゃ下がってしまうよっていうチーム、1チームずつ上げると、やっぱりあの巨人がね、はい、いい状態になってきてるよ。だからここら辺はやっぱ上2チームいるけど、はい、DeNA と阪神がいるけども、やっぱり要注意だよね。要警戒です。要警戒だよ、うん、一方で下に行かないように気をつけなきゃいけないのは、いやもう A クラスと B クラス分かれちゃってるからな今の時点で。そうですね、いやだから広島がこっから上に来るのか、うん、それとも一進一退、これから広島が下がるっていうことは俺はあんまりないと思うんだよ、はい、一進一退は続けると思うんだけど、うん、でこっから上げるにはやっぱどうしたらいいかっていうのをしっかり考えた方がいいと思う。やっぱまずはやっぱ守備ということも、そうですね、打てる人がいるだけにね、うん、守備っていうことも必要だし、やっぱ先発ピッチャーは数はいるけど、はい、リリーフに入った時にその守備のほころびから足を引っ張らないようにしとかないと、やっぱスタミナという面ではね、各球団よりは多少ちょっと少ないかな。そうです、メンバーはいるけどね、だからそこら辺でやっぱミスというものを気をつけた方がいい。そうです、ミスといえばやっぱ阪神もエラー多いので、阪神はね、耐えきれるだけのスタミナを持ってるんだよ、 あのピッチャーは。あー、ただあまりにもその負担が多くなってくると下がってくるからね。もうここもじゃあ注意しなきゃいけないところですね。はい、はい。